コペルは、スロベニアの自治体、都市である。イタリア語名カッポディストリア、クロアチア語名コパル、ドイツ語名ゴファース。行政上は、コペル特別市と呼ばれ、同盟の地区を含む54の地区からなる。イタリア、クロアチアとの国境に面し、イタリアの都市トリエステとクロアチアの都市、ブイエに接している。スロベニア語と共に、イタリア語が、市の公用語となっている。市外には、 コペル港が面しており、貿易の拠点である。イタリア領とクロアチア領の間を縫って、海まで伸びる、回路上のスロベニア領の先端に位置する、スロベニア唯一の商業港である。一方、かつて、コペル港を構成していたアンカラン地区は、市政府との港をめぐる対立から、2011年に、単独の自治体へ、分離独立している。人口は52,630人で国内の、 自治体では4番目に多い。そのため通常の市ではなく、特別市という扱いとなっている。プリモルスカ大学のキャンパスがある。コペルはアドリア海の北東岸、イーストラ半島の付け根に古代から形成された都市であり、古代ギリシア時代にはアエギダと呼ばれたが、後にラテン語のコペルと解消され、以後定着した。ユスティノポリスとも呼ばれた。1278年。 ベネツィア共和国領となった。1797年、オーストリア帝国領となり、トリエステの一部とされた。当時の最多民族は、イタリア人で、第一次世界大戦で、イタリア王国領となった。第二次世界大戦ではユーゴスラビアが占領し、トリエステ自由地域の一部を経て、ユーゴスラビアに編入された。この過程で、イタリア系住民のほとんどは、 イタリア本土への難民となり、スロベニア人が最多民族となった。1991年のスロベニア独立により、コペルはスロベニア唯一の商業校となった。2014年にアンカラン地区が分離した。ケイドボアンクランコナムディクタイレルロスボッチ。ザーネル242020から0706閲覧。シティミューニセパラティオブコペル。 シティパピュアレーションで2020年7月6日閲覧ありがとうございます。